B レジェンド柿谷です。ですね、今回はじゃじゃん、ちょっとねホームセンターでこんなものを買ってまいりました。何を買ってきたかというとですね、よいしょ、じゃじゃんと靴でございます。靴ね。で、これ何かというとですね、まあね、もうご存知の方もいるかと思うんですが、まあ、トレーニングするときにこうトレーニングシューズね、まあ、大体こうランニングシューズとかフィットネスシューズで、トレーニングされている方も多いんじゃないかなと思うんですが、例えばレスリングのね、レスリングシューズ、ああいったものは本当にこの足がですね、こう薄くてですね、足の裏が、そこが薄くて、それですごくグリップが良かったりするんですね。で、まあ、例えばもう少し別のものであれば、フットサルのね、フットサルのシューズなんかも結構こう底がですね、薄くて、まあ、いいんじゃないかなと思うんですけれども、で今回これ紹介するのはですね、こうホームセンターとかで売ってるね、なんていうのかな、足袋とかね、直足袋ですね、足袋とか、こうなんていうのかな、つま先のところにこう鉄板が入ってて、こう安全靴ですね、車で踏まれたりしても大丈夫なああいう安全靴とかが売ってるようなコーナーに行ってもらうとですね、こういう裏がですね、こうゴムの靴が売ってます。でこれなんだ、ワークジョイって書いてありますね。こうワークジョイ見えるかな、中にワークジョイって書いてありますけれども、このゴムがですね、この本当にね、この底がですね、こう本当にゴムで、非常にこうグリップがいいです。グリップが非常にいい。そして底が薄いので、もうクッション性は全然ないんですけれども、滑らずに足がすごく安定するっていうことで、こういうね、こう作業靴をですね、履いてトレーニングされる方も実はいらっしゃいます。結構いらっしゃいます。で、これはもうなんと値段がですね1000円です。消費税込みで1080円です。なので、まあ、こういうね、スニーカー、まあ、はっきり言ってまあかっこよくはないんですけれども、かっこよくはないんですが、まあ、トレーニングのこう効果をね高める意味ではですね、このこういったものもですね試してみるのはいいんじゃないかなというふうに思います。まあ試しにね、まあ、1000円なんで、まあ、ちょうど今使ってるスニーカーも汚れてきたんで、まあ買い替えようかなとかも思ったんですが、まあ、一度履いてみようと思ってこういう作業靴一度買ってみました。またこれもね履いたレビューをしてみたいと思います。ということで、まあ、今回は、こういう作業靴の紹介でした。もし皆さんも興味あればね、ホームセンターなんかで大体どこでも売ってます。買ってみてください。ということで今回は靴のレビューじゃないな、靴の紹介でした。よかったら皆さん使ってみてください。それでは皆さん良いトレーニングを。